皆さんは、ケーキを3等分するとしたら、どうするだろうか。目分量で3分の1を取ったり、厳密に測ったり、様々な方法を思いつくだろう。しかし、いわゆるヤンキーと呼ばれる子供たちのケーキの切り方は、衝撃の切り方だったようだ。精神科医、このケーキを3等分と5等分に切ってみて、ヤンキー、おう、ヤンキー、切ったぞ。丸い円が描かれた紙があり、ここに丸いケーキがあります。3人で食べるとしたらどうやって切りますか？皆が平等になるように切ってください、と出題されたら、多くの人がメルセデス・ベンツのロゴマークのように線を引き、3等分するだろう。しかし、凶悪犯罪に手を染めた非行少年たちの中には、認知力の弱さから、このようにケーキを切れない者が少なくないそうだ。最初は衝撃でした。医療少年院で、ある少年の面接をした際、ケーキを3等分する問題を出してみました。すると、まず円の中に縦線を1本引いて2等分し、と悩み込んでしまったのです。その後、何度ケーキを切らせても同じことを繰り返して悩んでしまう。そんな少年に非行の反省や被害者の気持ちを考える従来の矯正教育を行って、どんなに教えたとしても、右の耳から左の耳へと抜けていくでしょう。これは、ケーキの切れない非行少年たちという本を紹介した記事だ。医療少年院で衝撃の事実を知った作者は、他の少年にも同じ質問をしたが、画像のように綺麗に3等分や5等分することができなかったという。右下好き。2の4はさすがに三角のやつ切れるやろ。お前らちゃんとこの本読んだか？面白いから読め。これ受けたヤンキーみんな拗ねてたんじゃないの？それがまさに章、なんやで。一理ある。まともな精神成長できてない証拠やな。著者は線のガタガタまで再現する必要ある？定規使って引けや。まっすぐ線が引けへんってところも強調したいんやろな。普通の人間は定規とかなくてもある程度シュッと線引けるもんやけど。そうやねん。認知を鍛えるコグニティブトレーニングってのがあるんやけど、中に手遊びが結構あるんや。LD 傾向がある児童とかはほんと不器用やねん。LD とは学習障害のことだ。非行少年の中でもえりすぐりのアホ集めただけやろこれ。バカだからヤンキーになるんです。って言っても何も解決しなくないか。家庭環境と適切な治療をすれば更生するってことやろ。うちの地元とか多分半分ぐらいこんなんやわ。ちな関西。ここまでクラスになるとまっすぐ線引けんのよな。文字も下手とか通り越してめちゃくちゃ。ケーキが切れない非行少年やな。ええ本やで。思考と発達症の関連性に着目してるんや。当分の意味を分かってないのでは。ヤンキーって直近の未来しか想像できないよな。めちゃイケに影響されてテストわざと間違えてた時期あったわ。このヤンキーたちはそれだろ。正直ヤンキーがまともに景気の当分考えると思えんわ。適当でいいわあの精神ならこんなん。ヤンキーって大概親もヤンキーだから 99% 負のサイクルから抜け出せないよな。ヤンキーじゃなくて凶悪犯罪者やろ。コンクリ事件の犯人レベルやろ。5等分ちょっと考えたわ。ワイも頭怪しいな。賢いやつはこう切る。難易度が高すぎる。構造でこさ。これだと場所によってクリームの量変わっちゃうやん。正解はビニール袋に入れて混ぜてから切り出す。一人一個ずつ食えよほんまくさ。確かに。なお社会、学力による順位付けは当然です。学歴差別は当たり前です。勉強は努力すれば誰でもなんとかなる。低学歴は自己責任。地獄かな？そら犯罪もするわ。このアンサーちょっと面白かった。面白いというか親心やね。3等分はともかく5等分はいきなり出されたら迷いそう。犯罪者って単純に知恵遅れなんやな。ついこないだの産んだばっかの自分の赤ちゃんを埋めた母親の事件もスカスカのエントリーシートで就活やってたみたいだし、そもそも根本として境界知能の人が順法意識っていう目に見えないものを理解できてない節があるのは間違いないで。これふざけて書いた可能性あるやろ。エアプだらけやん。この本では、少年院にいるのは不良のヤンキーというのは偏見で、根が優しい軽度知的障害が多い。だからでもそういう子供たちは誰にも支援されてないと問題提起してるんやで。やらせる前に正解したらケーキを短縮してやるでって言っといたら真面目に答えたかもしれにゃん。ケーキだけに。非行少年みんながこうというわけではないが、傾向が多いことについて警鐘を鳴らし、一時期話題になったこのケーキの当分問題。次に紹介するのも、この本の内容を扱ったスレだ。精神科医、ね、テストでケーキ切ってよう、少年院ガキ、うぜえな、適当に線引くか。ケーキの切れない非行少年たち、かっこ、新潮新書、児童精神科医である著者は、多くの非行少年たちと出会う中で、反省以前の子供がたくさんいるという事実に気づく。少年院には、認知力が弱く、ケーキを当分に切ることすらできない非行少年が大勢いた。ちなみに切れない奴が一定数いるのはガチやで。真面目にやらなこんな扱いされるということすらどうでもよかったってんならええんちゃう。でも、俺らも点つなぎお絵描きしてくださいって言うと、ほとんどの人間が点から外れるんやで。例えば、自分の名前すらマス目からはみ出るとか。
かなりの割合で発達症がいるんだが、親や周りの環境の悪さや無理解とかから適切なフォローや治療がされてないって話だけどな。五等分にしろって言われたら一瞬迷うよな。条件になるように切ろうと考えようとするイコール丸、切るが先になって、考えなしにとにかく真っ二つに切ってしまって取り繕おうとしてピースマークみたいになるイコール×自分本位の考え方しかできないのと下手っぴはまるで違うわな。イチゴが乗ってればさすがにわかるやろ。確かに、また結果が変わってくるかもしれない。軽度知的症って表現したらあかんの？実際そうやろ？事実陳列罪で死刑に処される時代だから迂闊なこと言えんのやろ。研究者も言い方変えたら子供の性質と向き合わずに犯罪を助長させた親がいるって話になるし。実際どんな内容の本なん？判断力の鈍いやつが犯罪するんやってだけの話。後先考えずに行動するやつが多いって話やった。Y 心理学部やけどこれ教材やったわ。単に教会とかそれ以下なだけやろ。一見関係なさそうなヤンキーとかも後先考えないような問題行動は隠れ発達症が原因にあるんじゃね？という話。まあ後先考えないかどうかは結局経験と脳機質だからな。それが反社会的だったり結果的に一般生活を送るのに邪魔になるなら症って呼んでるだけで。さすがにあんな切り方ありえんもんな。知的症者でもコミュニケーション取れるやつならちゃんと切れるはず。反発して不正解出しただけだわ。それもそれがきちんとわかってるなら最初から回答できるから結局後付けやな。なんよ、精神科医なら前提として知能のテストぐらいやっとるやろ。普通2等分と4等分しかできないやろ。お、非行少年やんけ。せや、縁を3等分させたろ。おおお、全然3等分ちゃうやんけ。やっぱり非行少年には認知や IQ に問題がある。ええか、ケーキはこうやって切るんやで。かっこ不正確な中心から目分量で120度ずつ切る。なんやこのテスト。縁3等分するのは60度ずつな。60度だと6等分されるんだが、よくよく考えずとも普通にそうやったわ。すまん非行少年はワイヤで。これ考えさせるよな。知的症、ギリギリで生きづらい。理性で抑えられない。でも誰も助けてくれない。この層って対等なんてほぼなくて、仲間内でも序列や上下関係想定した切り方を考えてしてるだけなんだよね。てかほんまに3等分するにしても6等分してから2個ずつ配るよな。平等精神を持ってるかを問うてるならあまりにも頭の悪い問題やわ。その場合、最初に問題文にない2つに切ってしまいましたが、なぜ最初そう切りましたか？に説明がいる。これが説明できないと切ったのを取り繕っただけの判定になる。で？三等分という論理思考がきちんとしてるか、切ると思う直感なのかは違うから。なんと、質問にないことをしたら説明がいることが分かってないという話。こういうのってなんで真面目に全力でやったっていう前提で考えるんだろ。ネットのアンケートとかもそうだけど。正解したらケーキを短くしてやるくらいの条件出さなきゃね。ケーキだけに。ケーキを何等分に切ってくださいとかそもそもなんかバカにしてるよね。そう思わないのかなって思う。そういう時嘘でもちゃんとできへんからあかんねん。ヤンキーってテスト用紙で落書きとかするし、こういうので知能測れんやろな。バイクとか車自分たちでいじってるところを見るにバカってわけでもなさそうやし。好きなことならすぐ覚えるから大半はやる気ないだけやな。実際にどうすれば3等分にできるんや？最優秀賞、6防制できる、好評、どうやって思いついたのかすら謎。ケーキを切るときにマウントを取れる。作図法が全くわからん。そもそも6防制をどうやって用意するんだ？どうよ。角度考えずに3等分できる方法。楽で簡単、目分量で120度測るよりずっといい。You know why? じゃあコンパスと分度器、それと直径を教えてもらえるかい？それでよければ、刑務所で無双する妄想。5チャンネル版ショーシャンクミミッチすぎるやろ。少年院って聞くからどうしてもヤンキーとか思い浮かぶけど、割と追い寝られてたおとなしそうなことか。パッと見わからん子も割とおるんよな。ふざけてるわけじゃなくガチでできなくて、その割合もまあまあおるってのが笑えない。クラスに数人とかおるらしいで。非行で少年院来るのは境界知能の子が多くて、罪を反省して更生する以前に人生の様々なところでつまずいてしまっているのが問題という話やで。ボーダーの子たちは肉体労働くらいしか働き口がないけど、体を思うように動かせないような子だとそういう仕事にすらつけなくて積むってのは目から鱗やったな。アフリカで IQ テストが低く出るのはやり方わからんから説あるよな。日本の IQ が高めなのは IQ テストの対策をしてるからなんやってな。適当にやってるって言うけど3等分しようとしたら真っ先に120度ずつに分けようとするやろ。パッと浮かばないなら問題。細かいことはええから包丁とケーキしかない状態で簡単で正確3等分できるハック術教えてや。結局感覚でベンツのマークだの分度器で120度だの言い出すなら問題がそやん。アナログ時計意識してや大体正確だがそれじゃダメなんか。言うほど正確3等分する意味あるか。ざっくり切ってみんな選んで取ってやー、残ったやつ食べるやでーでーやろ。目分量で120度取る以上に正確には無理やで。正確に切るにあたってケーキを移動させる過程で落ちたりついたりする生クリームでのズレの方がはるかに大きい。そこを見てるわけじゃないんよ。
概念だから大まかにやってたらオケ。三等分の論理思考が先か、キルが先になるかを見ている話。知能ブーストする薬開発した方がいいよね。なんかこの本バカにされてる雰囲気あるけど、著者兄弟出てから神戸大医学部入ってるエリートなんだよな。ワイも読む前は心理師崩れのヨタ話かと思ってたけど、バカにしてるやつはおらんやろ。書いてるの立命館の先生やねんな、この本。この本と続編の頑張れない人たち読んだわ。コミックも今あるで。殴り合いで買ったやつから好きなだけ取っていく。これが社会の縮図や。感覚で6等分して大きそうなのと小さそうなのを順番に組にしてくのが現実界やろ。内角30度近くで V 字に切ると3等分できるで。ガチというか認知の歪みなんよね。一体この人に何が見えとるんやというやつ。認知の歪みはまた別の話やで。知能には関係ない。知能に問題があるにありイコール認知の歪みやで。これ最初まさかそんな簡単なことが問題になっとるとは思わずに、ミリ単位で正確無比に3等分する方法を聞かれとるんやと勘違いしてた。頭がいい人の中にも認知の歪みを持つ人はいるからな。優勢思想が正しいみたいなこと言うなや。わいこの本持っとる。見えてる世界が初めから違うんやねーって思わされるわ。支援が必要な場所に届かず非行に走ってしまうとすれば、今すぐにでも解決が必要な問題なのではないだろうか。最近では少年犯罪の件数自体は減っているが、詐欺に関係した犯罪の割合は増え続けている。次に紹介するのは、そういった詐欺の受け子で捕まった人物についてだ。司法、詐欺の受け子21歳。握りしめていたメモがあまりにもヤバすぎる。多分お前らの想像の1000倍ヤバい。画像あり。詐欺の受け子で捕まった21歳が持ってたメモ、ヤバすぎる。詐欺の受け子は騙し取ったお金を受け取り仲介する役のことだ。その受け子で捕まった青年の所持品のメモには、東京でお金持ちになる、テレビに出られる、という夢を書いたようなものや、諦めない、マイナス思考をなくせなど、自分に言い聞かせるような記述があった。純粋そうな子やん。牛島くんかよ。まさにやな。人生少年週刊ジャンプ定期。2ヶ月45万ってそんな魅力的なん？大卒してればそれくらいいきそうなイメージなんやけど。は？無理やろ。そうなんか、すまん世間知らずで。2ヶ月で45万貯めるのはきついやろ。出会う人すべていい人じゃなかったね。メモには出会う人すべていい人とも書かれている。そのいい人に、犯罪を背負わされていることは残念だ。悲しいな。自己啓発セミナーでやるやつやな。引き寄せの法則やな。ここまでポジティブになるのも才能やで。言うても時代が変わっても人間の知能なんて変わらなくて、一定数あかんやつもいれば頭がええやつもおる。こういうやつでもそれなりの生活が送れるような職を作らなあかんと思うで。今ダメなやつでもできる仕事がなくなってる。仮にダメなやつでもできる仕事につける選択肢あったとして、こいつは多分やらんやろ。それはわからん。このメモ見ても他人から認められたいって感じはかなり強く感じる。ちゃんと頼られて信頼されるような環境ならそれなりに働いた可能性もあるで。てかそもそも全く働けないようなのは受け子すら務まらん。持ち逃げするかもしれないから。だから多分素直さは持ってたのかもしれんね。でかい男になる格好、中身、出会う人みんないい人、こういうこと言うててオレオレ詐欺の片棒やからな。ほんまに善悪の区別つかんのやろ。詐欺の受け子なんてトカゲの尻尾みたいな仕事やるやつの気が知れない。一番最初に捕まるポジションで、しかも報酬はせいぜい3から5万のはした金なのに。こういうの書き出すのはいいことやで。ワイも真似するわ。受け子からどうもととは言わんけど、中心のやつら捕まらんの？捕まらないようにこういうのをバイトとして雇ってるんや。使ってる携帯も全部飛ばしやし、いろいろ難しい。ワンチャン狙いで YouTuber 目指した方がマシだわ。あれも半グレ運営結構ありそうよな。関西系のブラック外壁リフォームの会社勤めてた時こういうの書かされたわ。メモにこれ書いてどうするつもりなんや。モチベーションノートや。普通に小学生みたいで可愛いと思う。構成できると思うよ。なんか頑張ろうって意思は見習いたい。今日も資格勉強せずに軟税してるし。書き出してる分に軟税民みたいなゲッサないのが余計切なくなる。景気の切れない非行少年たちほんま悲しい。構成の余地はありそう。いくら構成して出てきてもまともに雇ってくれるようなところないけどね。それこそ北海道とか行って農家のじいさんばあさんの後継ぎになるしかない。詐欺罪って結構重いんやな。10年以下の懲役か。裁判が容赦ない。実刑バンバン食らうし、罰金もないから刑務所直行したいなら受け子は激アツや。スレミンの言う通り、詐欺罪には罰金刑がなく、執行猶予がなければ服役になる。さらに、最近ではこういった特殊詐欺への厳罰化が進み、実刑判決になる可能性が非常に高い。スピリチュアル系ハマってそう。断言系で書けばその通りになるみたいな。いい車に乗るがないあたりに若者の車離れを感じた。ベルファイアとかハリアーとかごついの乗りたそうな見た目しとるのに。面白い着眼点やな。やりたいこと10個あげろ言われたらいい車に乗るいやでも入らんか。
家はまだ早いやろけど金得てすることが貯金なのはなんか欲がない今の若者って感じ。詐欺して貯金ってな。案外書いてることは長期的な目線に立ってて、物質的じゃなくて環境的な部分を改善しようとしてるんよな。きちんと教育受けられればまともだったかもしれん。確かに。いい車に乗るがあって良さそうなラインナップよな。こんなんやるならまだパチンコの打ち子でもやってた方がええやん。でもこいつって真面目に上昇志向ある人間だから、知的能力が優れてなかったとしても正しく導いてくれる大人が身近にいたら絶対こんなことになってなかったと思う。ええやん。この志は見習わなあかんよ。字は大人になってからでも強制できるぞ。半年から1年くらいはかかるけど。希望持てるわ。サンクス。昔のタッチペンのゲーム機で美文字なんちゃらってトレーニングソフトがあったぞ。まずは持ち方を改善するんやで。本当に夢があってやる気もあるなら普通のバイトでも日雇いでも何でもやってたやろ。結局ただ楽して金稼ぎたいだけ。それすらも理解できずに悪者に利用されるんやろな。日雇いとかバイト続けるには適正いると思うわ。服を買って工場とかないからそういう立場めっちゃ弱そうやし。機関校強いのが愛知県の唯一のマウントや。これ受け子まとめてるリーダーあたりが書かせてるんやろ。お金を得たらやりたいことやできることを書かせて目標のために手段を正当化するやり方や。マルチやってた時やらされてたわ。マルチやってて草。これはマルチの手法よな。自己啓発セミナーとやっとること自体は一緒やけど。字が汚くても頭いいやつ山ほどおるやろ。すぐ決めつけるやつも同レベルやね。受け子なんてやってまうんやろな。ニュースとか見てたら毎日のように捕まってるのに。詐欺やったのはあかんけど中二のポエムみたいでええやん。綺麗な家に住む、いい環境になる、出会う人すべていい人、めんどくさいことすべてなくなる、服屋建てる。このあたりなんか背景がうっすら見えて悲しくなる。メモからどんな人生送ってきたか大体わかるの悲しいわ。こうなるしかなかったんだなと同情してしまったわ。この青年だけでなく、最近では詐欺に関わる若者たちが増えてしまっている。彼らはどうして犯罪に関わってしまうのか。最近では、脳の構造を解析し、悪事を働く傾向にあるかどうか判別する研究が進んでいるようだ。悪人の脳は善人と比べてかなり小さいことが判明。悪人になるかならないかは生まれつき、悪者の脳は小さい。脳の大きさには意味があることが分かった。悪事を働く人の脳は小さいというのだ。米シカゴ大学の神経生理学者らが善人の脳の容積は、悪人よりもはるかに大きいことを証明した。コンピューター断層撮影の結果、悪い人の脳が善人に比べてかなり小さいことが判明。さらに性格の悪い人は脳内の灰白質もかなり小さいことが分かった。これらの結果をもとに学者らが導き出した結論とは、脳が小さい人の悪さは生まれつきのものであるため、悪人であるということに責任がないという。つまり悪人になるかならないかはしつけが左右するのではなく、すべては生まれ持った性質に起因するというわけだ。こうした理論については神経生理学者らの間からは異論も出されており、被験者のデータが極めて少ないため信憑性に乏しいとの見解が示されている。信憑性に乏しいという見解が出ているが、事実であればすごい発見だろう。自分の頭の大きさを思わず確認してしまうのではないだろうか。そりゃ知能が低いほど犯罪率は高くなるだろうな。脳が大きくなれば皆か善人で幸せかといえば違う。悪人がいるから善人が輝くんだろうな。そうそう、役割分担をやっているだけ。古今東西、どこに行っても善人、悪人、普通の人が一定数いる。ただ知能が弱い人が悪人になりがちってことだ。そもそも、どんな基準で善人悪人を分けてるやら。どうも脳科学系って前提条件を明示しない科学的な発表が多いように思う。社会で成功するのはとか頭がいいのはとかも基準が明示されない論文が多すぎる。通説で通ってる頭がいい人という前提じゃろ。それ以外の前提だと哲学を持ち出さないとならなくなる。悪人と善人の定義ってなんだよ。結局、主観でしかないわな。頭がいいか悪いか。頭がいい悪いの定義は、勉強ができることって結局は堂々巡りになるんだよな。変な研究。これは脳の容積の話で頭の良し悪しの話ではない。脳が小さくても頭のいい人間はたくさんいる。他人に迷惑をかけるかかけないか。善悪なんて立場が変われば入れ替わるから何の意味もない。善だとか悪だとかを決めているのが善頭用なら、そこが小さい、機能してないと善悪がない。善悪を共有できないからってこと？爬虫類の脳と対して変わりない感じだったらそりゃ無作法もして悪人扱いにはなるわな。善悪を決めるのは難しいが、良心があるかは簡単に見分けられる。内的規範が低ければ良心はないと言い切れる。欲望を抑制する部分の発達が未熟とかじゃないの？しかも生まれつきというのは少し乱暴じゃないか？赤ん坊の脳は生後も成長し続けるぞ。幼少期に脳が十分に発達しなければ犯罪者になりやすい点なら多少は納得できるが。サイコパスは脳の異常なので構成は不可能である。サイコパスは精神症、異に含まれ、
共感能力や社会適応能力が低い性質を持つことを言う。先天的な性質や生育環境に影響を受けるとともに、一説では脳機能の遺伝影響が大きいと言われている。確かに。俺は頭がかなり大きくて幼少時代から周囲に悪い友人がいても真似をしないで悪いことはやらないように気をつけていたな。でも臆病で怒られるのが怖かったからだけで別に道徳心が高くてそうだったわけではない。頭が大きい人は将来のことをごちゃごちゃ考えすぎる心配性ってのはあるかもしれないが、善人ではないだろうね。我慢できるかできないかっていうのは重要なファクターだと思うよ。犯罪を犯すというのは理性を保てないというわけだし、実際犯罪者の脳は過去の体なりで萎縮して一般人より小さくなってる研究とかもある。もし、複雑な心配事を全て省いて形式的にいいとされることしかしない人がいたとすれば、その人は善人というよりどちらかといえば偽善者に分類されるんじゃね？特に、その形式的な判断の基準が他からの称賛のようで測られて意義されているなら、なおさら。本当の善人は、おそらくあなたのような人のことを言うんだと思うよ。良心括弧内的規範の低い、またはない人の見分け方、共産主義みたいな外的規範を受け入れられる人たちは悪人と言えるだろう。知能犯的な奴はどうすんのよ。知能犯なのに捕まる奴はやはりバカなんだろう。知能犯なんてほとんどフィクションよ。いやいや、なんかトリック使った計画、人的な推理もののあれじゃなくても普通に詐欺師って知能犯でしょ。なんなら完全に合法でもこんなん詐欺じゃん、みたいなのいっぱいあるわけで。戦前の骨葬学の本持ってるけど、慶州解剖しまくった結果、スレタイと同じ結論に達してたな。80年くらい前の本。今では骨葬学は科学としては認められてないらしいけど。でも正直、人の善悪なんてわかんねえよな。犯罪歴くらいしか判断材料ねえわ。しかも被験者226人もいたらなおさら難しいわ。まず人数が多すぎ。一人一人の経歴だけでなく性格や好み、思考、日課、家庭環境などまで詳しく調べることは容易ではない大変な作業。まあ悪人の定義を法を犯す人間とすれば理性のストッパーが働かないのは脳の小さい人間かなとは思う。ただ理性的に悪事をやってる人間も大勢いるんで何の意味もないかな。生まれつき、というよりは、3歳児までに育った環境のせいだろう。赤ん坊のシナプスは大抵、半年から1年で形成が完了する。その後の脳の発育環境は、大体3歳くらいで決まるという。幼い頃の家庭環境の問題が、そのまま犯罪者に走らせてしまうのだろうな。なんという優勢学。アメリカだから神を信じてるのが善人とか。226人の被験者たちはまさか自分が善人悪人どっちに選別されたか知らされずに脳計測された。なんてことはないよね、まさかね。親に放置。愛されたりでも脳は縮むよ。愛されて大事にされてる自覚があるとないとじゃ全然違う。犬と同じだね人間って。愛されてると利口で穏やか、違うと凶暴。当たるを幸い吠え噛みつく。すごく似てる。ただサイコパスに関しては特に問題のない両親から愛されて育ってもなるとか。環境がその性質を強化することはあるけど生まれながらのモンスターなのが明らかになってるとか。スターリン、ヒトラー、毛沢東みたいなタイプの悪人はまた違うんじゃね。前頭葉の発達症って凶暴になるロボトミー手術しかない。詐欺とかするやつって人が考えないことやるから、頭いいと思ってた。その頭あるなら、もっと違うところ使えよ。で、その詐欺師はテレビで見る限り頭でかかったけど、中身は小さかったのかな。生まれつき悪人って最悪だな。開き直れんじゃん。生まれつきの悪人という存在の始末が悪い理由は簡単で、そいつが人間と同じ権利を保有しているからだ。人間の社会的義務を果たすからこそ引き換えに、社会的権利は与えられ、そうして社会は回る。義務を果たさないで権利だけを奪う生物を人と同様に扱って回るようにできている社会など、地球上どんな国にもない。社会の資源を一方的に強奪しているのと変わらないからだ。悪人も、一定の人としての義務を果たさない人もどきとして定義し、人の権利を剥奪して扱えば、まだ人間社会を回していく未来はある。考えられないような凶悪犯罪がなんでできるのか、不思議だったけどやっぱりそういうことなのか。悪人と善人の基準は誰が決めるの？ホリエモンは悪人。100億円被災地に寄付した孫正義は善人。新聞記事ってのは論文の一部を切り取って面白おかしく表現するから、その論文に当たってみてから判断した方がいいだろうね。脳科学の本読んでたら当たり前の認識だけどな。正義は数で決まるし独裁でも決まるって歴史で語られてるのにね。たまたま今の時代の善人と言われる部分の特徴を引き出しただけじゃね。って言いたいところだが、頭のいい詐欺師と善人の脳を比較してほしいもんだな。まあ、悪人役の選別は、これしかないでしょう。犯罪歴のある者や服役中の囚人から選出すればいいんです。ただ、冤罪かもしれないので、囚人イコール悪人だという決め付けは良くない、というリスクファクターもかかってきます。本当はいい人かもしれないしね。
とても複雑な理由があって、やむなく犯罪を犯した人かもしれない。そういう人は選ばないようにしないといけないので、やはり悪人の選別も、簡単ではないですね。本当にそうなら生まれた時に選別する必要があることになる。それはナチスがやったことと同じだ。全くバカはいつまで経っても学習しないな。人間は環境やしつけで変化する、生まれつきなど存在しない。犬猫でもしつけができるのに人間にできないわけがない。これからは、頭の小さい友人は付き合わないことにする。わかりやすいサンプルだな、簡単に見分けられる。今まで善人だった人は、さらに大きい脳の人から見れば悪人になるってことだな。悪い奴らは天使の顔して、心で爪を研いでるものさ。人種とか信仰宗教とかで脳サイズデータを計測比較してみればいいのにね。後で喧嘩になるだろうけど、正直面白いデータが取れるとは思う。19世紀のロングローズ以来、人間の身体欠陥と犯罪の関係が主々研究されたが、いずれも無関係。社会的現象である犯罪を身体欠陥で説明できるはずがない。これは血液型性格診断と同じ偏見と差別を生む有害無益説。そうとも限らないよ。専門的には、マイナーフィジカルアノマリーズ MPS とかいう微小な身体規定と妊娠初期の異常の関連がわかっているよ。さらに、神経の発達異常と成長後の暴力性との関連も。差別、有害性、はもちろんだけれど、それは知識を解釈する側の責任で、科学的研究の本質とは無関係だと思う。MPS は、通常より耳の位置が低くなっていたり、顎が小さい、舌の形状が違うなど、それ自体は無害な先天性身体異常だ。遺伝的な原因もあるが、妊娠中の胎児の環境でも引き起こされる。胎児の神経発達を妨げると言われており、つまり脳の発達にも影響してくるとみなされている。精神疾患のある患者には優位に発現しているというデータもある。純科学的にはそうかもしれないが、たった226人のごく少数のサンプルで発表するにはあまりにもずさん。そのずさんな研究成果とやらが、こういうネットや新聞、雑誌などの見出しになり、その見出しだけでも有限となって、都市伝説的に流布されるのを考えると、一種犯罪的とさえ言えるレベルじゃないか？なんだ俺は善人だったのか。本人の気質や環境、人間関係など、犯罪につながる原因は案外近くに存在している。それにストッパーをかけられるように、普段から気をつけておくのが正解だろう。ケーキの切れない非行少年は、概要欄にリンクを貼っておくので、興味のある方はぜひ見てみてほしい。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは、ケーキの切れない非行少年たちについてどう思いますか？よろしければご意見をコメント欄に書いていただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。